こんにちは。Amazon 室サポーター、堀秀夫です。Amazon 室を教えてお金をもらいたいと、ね。えー、先日からまあ新しいプランということでご紹介している Amazon、え、室、ー、サポートの家族割、友人割なんですけど、例えば Amazon 室を教えてお金をもらいたいという人がいればね、えー、そのお手伝いをするという使い方も可能です。まあ、一言で言うと、 教えて欲しい人を見つけてくれば、教えるのは私がやります。で、どうやって見つけてくるか。まあ一つのね、やり方として、例えば YouTube 動画で、ね、私のサポートのレビューを、ね、こういうサポートを受けてこう思いました。こう役に立ちました。他と比べてどうでしたと。こんだけ稼ぎました。これが売れました。まあそういうね、動画をアップしてね、それを見てきた人に、 え、見てきて本クとした人に教えるというようなやり方も可能です。で、実はこの YouTube ね、今、これはあの、買い取りサイトを運営している会員さん、ね、今までは YouTube 使ってなかったんですけど、まあ、YouTube もね、えー、有効ではないか、ね、あるいはね、別の言い方をすると、単純な SEO ではね、ライバルが増えてきたんで、まあ、ちょっとお金をかけて広告を使うか、あるいは今までと違うやり方をトライしましょうということでね、 まあ私が YouTube で、まあ会員さん募集してんで、じゃあ YouTube やってみますかということで始めていただきました。でね、えー、まあ、3月、もうちょっと前かな、あれからポツポツやってたんですけど、まあ本格的にやり出したのはね、えー、まあ、ここ最近、もう本当に3ヶ月の話です。で、まあ、例えばこういうふうになるはずだから、 ま、こういうのをテストしまし、してみましょうというのをね、え、毎月スカイプで話して、それをえ実践して、フィードバックを受けて、え、じゃあ、ま、こういうふうに改善しましょう。これテストしましょうというような形でやっていくんですけど、ま、今日ね、ご報告いただいたえ内容だと、このように過去28日のえチャンネル視聴回数3174回と、予想外のね、伸び。 うまくこうテストした方法が当たって予想外の伸びを見せました。通常より2万5000増加、えー。再生時間もぐっと増えて、チャンネル登録者数も、ね、一気に増えたと。51件、1人チャンネル登録してると。でね、このように見てわかるとおり、5月のね、えー、中旬ぐらいまではほとんどねアクセスというアクセスなかったんですけども、ここでぐーんと伸びて、ねで、 まあ伸びたんだけど、ちょっと落ちてきちゃってるんですけどね。まあ、えー、分析して落ちてきてる原因もおおよそわかるんで、それを修正してね、えー、じゃあまた、えー、アクセスを稼いで、今度再生時間ももっと伸ばしましょうという話をしました。まあ、何しろ、お金をかけずにちょっとした手間でね、この1日1000件見に来る人を集めるっていうのはね、えー、なかなか難しいですけど、それが YouTube だとできると、ね、いうのがありますので、これ結構おすすめです。 まあそんな形で、集客方法としては YouTube 使った集客なんかもありますし、まあね、他の無料でできる方法、あるいはね、広告費使っても,もっと早くね、成果出したいというのであれば、広告費使ってね、アクセス集める方法なんかもえお教えすることできますんで、まあこの教える仕事をしたい。あるいはもしかして、自分も買取りサイト作りたい。 あるいはね、なんかね、え、YouTube で、え、ちょっと動画作ってみたいという場合はね、え、個別サポートの会員さんはもうこれ、あの、なんであれ、私がきちんとサポートできて、え、会員さんのね、お金と時間の節約になるものは、え、サポートしてますんで、で、あの、それはこの追加料金かかりますということなくね、個別サポートの会員さんは、まあ、役に立つことだったら全部サポートしてますんでね、まあ、え、YouTube やってみたいという場合はね、お気軽にお問い合わせください。 もう、ぐんと、アクセス伸びたんでね、この、情報を、まあ、他の会員さんでね、YouTube やりたい人とシェアしないのはもったいないなと思ってね、えー、ご紹介させていただきました。また、質問、確認事項、え、いろいろお待ちしてます。アマゾイサポーター、堀秀夫でした。